これきついな。おかしいなよ。突っ張り方がそうです。味ビンビンや。クッキーです。うそ。あ、来た。かわいい。あ、どうした。ロリコンちゃん、松尾さんです。ジョーズです。あ、ジョーです。見た目ジャイアンだけどね、これね。いや、いじめられっこやん。おい。おい。すごい、見てこれ。あとがすごい。言ってもさ、言っても僕のヘッドロッカーさん軽くよ。僕のも音だけですよ。もみじ、もみじ。僕のあの動画回る前に1回やられてますからね。2回目ですからね。1回無駄ですから。そう、回ってないと思って。回ってないとか松尾田道中記。坂先生です。チョコリを見てもらうということでね。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日もサーカスお願いします。お願いします。今日は首ですか。首。今日も首。今日も首は。今日も首。ちょっと横見て。今のまま横見て。前凸がすごいのよ。あ、そうだ。うん。すごい。恐竜ですもんね。ラプトルみたいな。お前、ご正面見てみろ。お前、もたいまさかやん。顔。それよう言われもたいまさかそっくりやん。息子って言われたら信用する。信用しますねえ、それは信用する。よう言われもたい2世やん。すごいな。なんでそんな顔陥没してんの。顔の正面なんでしょうね。お前なんか正面から帽子を剥かれたみたいな。よう生きれましたね。顔面で帽子を受け止めたみたいな。すごい顔。凹んでます ね凹凸が少ないですよ。本当ね、凹凸が少ないって言う。凹んでるって言ったばっかりだよな。どうしよう。王です。王が王です。だから、うん、お願いします。お願いします。松尾田道中記。チョコリさん、それって睨んでるわけじゃないですよね。はい、通常です。筋トレの顔と一緒ですね。あ、そうです。これきついですよね。これちょっときついです。これくらい目指したい。巻いてるってことですか。そうですね。左右差ありますか。首の左右差。え、ちょっとわかんないです。痛みの左右差って、ね、あ、右の方が痛いです。右の方が。首だけで右を振り返ってもらっていいですか。あ、そうです。はい、はい、左に行きましょう。ブッシャーな。行きづらい方ありますか。ブッシャーな。変わらんぜ。いや、思ったのが、首ってさ、こうなってるからこう回転するじゃないですか。はいはい、こうなってる状態で回転したら普通こうじゃないですか。わかります？わかるよ。でも、チョコリさん、この状態でここがこう回転してるんですよね。そうそう、だから。だから変なの。ここがね、めっちゃ引っ張られるよ。そう。おかしいのよ。うん、突っ張り方が。ここ見て。ほら。そう。ここがこう突っ張られてるんですよね。あ、ねじれと違う方向に。ここのところもえらいなんか変なねじれ方してる。うん。こっち見て。ブスやん。全部振りです。全部振りです。今全部これは。これでもう一回やってもらっていいですか。いや、ぶっしゃな。何回言っても面白い。首はこっちもちょっと楽です。はい、メガネ取ったらダメだぞ。メガネ大事です。タトゥー入れたらいいよ、メガネ型の。外してもメガネかけたみたいな。松尾田道中記。いや、オランウータンの、ね、寝方がもう。なんでいつもさ、お前オランウータンみたいな寝方するやん。確かにオランウータン。うん。首寝違いとかって寝違いはたりしますか。してないです。しやすいとかあります。あんましないですよ、寝違い。でも、はい、あのうつ伏せに寝てます。うつ伏せで顔を圧迫されてって感じですか。うつ伏せで顔は横に向けて、横にして、うん、あ、あ、これダメやろ。深海魚みたい。顔面狂犬。松尾田さん、はい、アイドルがよくプロフィールとかで好きな食べ物って書くものって何に連想します。果物系多いですよね。あ、なんかそういう系アイドルやったらね。ブリッコのアイドル、ブリッコのアイドルとかで好きな食べ物があってて、うん、あ、なんとかですみたいな。何思いつきます、イメージ的に。クレープ。あ、クレープ。パスタ。パスタ。あ、パスタね。ケーキ。あ、ケーキ。なんかそんな感じになる。そんな感じですね。なるじゃないですか。坂先生、一番好きな食べ物なんでしたっけ。ショートケーキ。あ、イチゴのショートケーキ。
何が面白いアイドルやびっくりしたんだよ最初聞いた時。面白くない？一番好きな食べ物でそれが出てくるのは変わってますよ。いやだからステーキとかそういうお寿司とかどうなんですか？でもステーキとか好きと、うんうん、でもダントツ1位はいちごのショートケーキ。同い年です。じゃあ変態です、ね、変態です。同い年です。あ、同い年です、ね、同い年です。じゃあ僕も一緒。3人一緒です。3人一緒です。ずっともでよろしくね。最近よくずっとも使うね。そうね。ずっともってなんかいい。そういうなんか愛人がおるね。なんかそういう言葉で。いや違うやん。なんでその愛人の影響を受けるみたいな。そういう言葉をよく使うような年代の愛人がおるって。いやおかしいやん。違うやん。彼女。違うやん。どう違うの？パパカス。いやパパカスじゃねえよ。ずっともなんか良くないずっともって響きなんかねすごいと思う。近くない？ちょっと近くない？おい。おかしいやんね。お目を恨んだみたいな。痛いのか痛いですか？痛い。一瞬痛いとこ来ました。なんかもう滑舌悪くて何もかも痛いとこ来ましたよ。松尾道中記。めっちゃ痛そうやん。痛い痛いっす。付け根痛いっす。ああなるほどね。もう脇もみと反対のパターンね。後ろ側のドクターマシリとそっくりやね。目が一本やから。ドクターマシリとの本物の鳥島さんいるでしょ、うん、めっちゃ似てるんですよ。あ、そうなんですね。本物の写真やっぱそうなんだ。そうそうイラストが似てるっていうことは結局そういうことなんだね。あ松尾道中記。こうなるじゃない。こうなるじゃない。そのもんね、やばいです、やばいです、やばいです。あ、それやばい、やばい、やばいです。これ、骨じゃない。はい。これ筋肉なの？あ、筋肉なんですか？それやばいです、やばいです。やばいです、やばいです、やばいです。それならサーカスやばい。やばいですよ、サーカスやばいです。先生やばいです。大丈夫。痛い？あそこ痛いです。足ピンピンやん。すっげー痛いです。嘘。すっげーです。さすってるだけ。ピンピンになった足が。本当ですね。ツーブロック、刈り上げたんですよ。あ、これ先生の手じゃないですね。あと結構高めに2ブロック入れたっすね。うん、後ろどうなったんですか？後ろもそうなったんですか？あ、こう斜めにこういってんだ、V に。なるほど。あ、はい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 、3ミリで、はいはい、このパターンね。はい、このパターン、はい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 、このパターン。ちょっと、これなんかここ、しっかり見とったんで、はい、ちょっと聞いてみよう。答えて、うわ、痛そう。先生、今のは何の効果あるんですか？今のは僕の視察は剥き剥がしやろ。剥き剥がし剥き剥がし触ってみて考えて分かったんですけど、ほう、藁みたいなんですよ、感触が。ああ、なんかあのね、ハムスターのベッド。ああ、はい、分かる。短いバーっていっぱい入ってるんですね。そう、はいはいはい、ハムスターのケージの下に引く、はい、あの草、あの感じ、髪が、ハムスターの隙藁みたいな、なんか柔らかい髪に見えて意外とそうじゃない。うん、ハムスターの草が生えてるんですか？みたいな感触、髪が。でもさ、全部こうフロントにこう向けてさ固めたらかっこよくなるんじゃない？こう、あ、そうね。ね、分けてペタンでする。後でやろうか。うん、こうした方が。あ、そんなね、かっこよくない、この方が。うん、あ、触っただけで痛いです。あ、背中痛いですね。はい。サーカス先生、さすっていただけなのに超痛い。なんか固まってんでしょうね。チートの犠牲で。あ、それだね。それだ。ちょっと待ってください。チートの犠牲で。松尾多動中期。そのズボンのアングルあれですね。うん、えらい。うん。どうした？えらい盛り上がる。どうした？やられてるよ。あ、元気でした。あ、前にやった方がかっこいい、やっぱ。なんかね、おしゃれ。いや、口がそう、独特ですね。サスパダみたいになったね。サスパダみたいな口になった。あ、いた。えらい、への字に入ってる。うん。こうなった。ねえ、なんか、そう、うん。こうなって、こうなった、なんか。うん。なんか、X ライダーの変身失敗みたいな。間違えて、斜めからつけてしまったみたいな。いやいや。セットアップ失敗しそうや。セットアップ失敗。あ、来た。こいつ声出るの厄介よね。この状態で目開けたトヨエツなんですよ。松尾道中記。あ、腰肩もすごくね。あ、腰痛いなで。ちょっとあれが。
なんか騒動みたいな。もうぎっくりとかそういう動けないぐらい痛いっていうのね。コンビニに売ってあるかな。騒動。食玩のね、可動フィギュア。騒動みたいな。くそ腹減った。かわいそう。どうした？あれ僕切ったら今。二回ポキポキ言いました。うん。痛くない。痛くないです。音にびっくりしました。時にびっくりしたの。ポキンびっくりってない。サーカス先生はね、絶対否定しないってことが分かったから、ね。何を言うの？サーカスさん誕生日いつですか？これ1月です。あ、来月だ。本当ですか？はい。本当ですか？で30 7人。あ、なるほど。あ、じゃあ58回じゃないんだ。59年。59年。84年ですね。そうです。はい。さっき58回って言ったらそうですねって言われた。58回ではない。58回。1月何日ですか？9です。行くの日か。あ、行くの日。行くの日って何？そろそろ見れるかな。そろそろですか先生？そろそろ。あ、そろそろです。大技。これが大車輪ですよ。これが大車輪ですよ。これが大車輪。ああ、そう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 。首は明らかにね、うん、まあ目がなんか開いたね。開いた。松尾忠道中期。今回のシリーズは肩甲骨リリースっていうメニューがあるんですけど、そうかそうか、それと針を組み合わせてる。そうですね。ような感じですよね。はい。ぜひ今日は症状を見させていただいて、ついでないよりそっちの方がいいかな。なるほど。はい、はい、だからまあお任せしてチェックしてもらって、そういう風にまあもういいようにしてくださいみたいな、そういう感じも OK ということですよね。はい、はい、ぜひぜひ説明欄に貼ってますんでね、いろいろ見て、はい、まあ相談があれば相談してみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。引き続き松本コースもね、はい、募集中ですので、それもよろしければご覧ください。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。さよなら。かな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 、目の浜と天神で、かな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 、リオバリーと水玉を、かな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 、体の悩みにさえなら、あなたの知らないあなたに会える、いい一二かな、来てください。足細いね。あんたね、うん、あ、細いですか。うん、なんかこうふくらはぎと太ももの太さがあんま変わらん、はい、うん、太ももが細いね、うん、ハムが足りないと言いたいだけ。そう、多分動画が仕上がったの見てもらったら多分一言も喋ってないんだけど、喜んで終わる気がする。一言も喋ってないことになってるかもしれない。